どうもまさちかです。最近は PS5 のワイルドハーツや、アニメのニアオートマタに興じていたので、だいぶ久々の投稿になります。目標タイムでの、海異克服バルク討伐に沼ってたのもありますが、それはさておき、アプデ第4弾によって属性チャーク、特に強属性チャークの火力が、化け物級になったのはすでに多くの方がお分かりだと思いますが、今回は無属性チャークも本気を出せば、結構すごいんだぞと思ってもらうために、無属性チャークの斧強化型で、海異克服バルファルクを3分台で討伐してきたので、その時の装備と立ち回りを解説していきたいと思います。とは言っても装備は勇気活性や福間を採用した、火事場運用なので、あまり参考にはならないと思います。ただ、立ち回りに関してはそれなりにやり込んだので、ある程度参考になると思います。それでは早速装備紹介。武器が無属性チャークのカムラの血順符。攻撃力、切れ味、スロットと、会心率以外すべて優秀な汎用型チャーク。今回は勇気活性を採用してるので、竜属性以外の属性状態異常も含むが無駄になるため、またバルクには竜属性も効かないため、無属性チャークを採用しています。100竜スロットには空想系特攻を採用。こちらは飛行能力を持つモンスターに対して、ダメージが 1.05 倍になります。武器の回連成は、スロット9つ全開放ボーナスによる、攻撃力プラス30、切れ味プラス10、さらに攻撃力強化レベル4でプラス20しています。防具はご覧の通りで、回異克服テオトバルク、三つ根希少種、ラスボスの構成です。戸籍が攻撃3、弱得1、スロ2です。防具の回異連成です。基本的に勇気活性1をメインにつけており、連成難易度はそこまで高くないと思いますが、強いて言えば、足の鬼火的1、スロット1プラスが難しいと思います。ちなみに自分はこの装備とスキルにたどり着くまでに、装備を6つ考え、回異連成によって、聖騎琥珀王を1700個も費やしました。斧強化型で1700消費は地味に痛い。続いてステータス一覧です。ポイントは挑戦者を弱得3、見切り1によって、自力での最大会心率を 70% に、さらに攻術するお供の強化方向の技によって、プラス 30% の最大会心率計 100% を実現。そして自分はライズブリに使用する、勇気活性後によって、体力 80% 以下で特殊な竜やられを発症し、全体性50、攻撃力を 1.1 倍に、先鋭さんによってガード性能を、回避性能を、相当のスキルをつけてます。またガード性能2によって軽ガード性能7に格上げ、これでほとんどの攻撃を削りダメージなくガードできます。そして先ほどの先鋭さんの回避性能を活かして、攻撃1の効果でジャスト回避成功時、30秒間攻撃力プラス10、人輪磨き1の効果により、こちらもジャスト回避成功時、50% の確率で切れ味を回復、風まとい1によって気持ち測量ループをしやすくし、粉塵まとい1によって火事場の場合だと、爆発時2000以上ものダメージを追加、勇気変換1、今回は無属性チャークなので、勇気変換は意味ないですが、それがついている防具のスロットが優秀なので、ついてる感じです。地味にコスパの影響を追うと、効果があるのか微妙な陽動もつけています。最後に鬼火まといさんですが、これは海異克服バルクが回帰脈動状態になった時、攻撃がより一層激しくなるので、それを制圧するための鬼火ダウンを取るためにつけています。以上がスキルのポイントです。続いて使用装飾品一覧。入れ替え技です。今回はどちらの技もエアダッシュではなく、形態変化前進を採用しています。お供は片方をアイルー、もう片方をガルクにしています。そしてお供アイルーのサポート行動のポイントは、装備紹介でも言ったように、強化方向の技によって会心率を 30% アップ、強化太鼓の技によって、攻撃力をプラス 5% にしてもらいます。点々中発射の技と属性攻撃スチームの技は、回帰脈動状態中に発生すればラッキー程度なんで、あまり期待しない方がいいです。そしてなるべくサポート行動をスムーズに実行してもらうために、サポート優先の術を筆頭に、
体力強化の術や回避上手の術など、生存スキルに特化しています。続いてガルクです。ポイントは両剣具に鉄柱両剣具を採用し、スキル、遠隔優先の術によって、回帰脈動状態のバルクの大技襲撃後ぐらいに、そういう待機状態にできるようにします。あとは火力を上げるスキルを採用しています。以上がお供のポイントです。お団子です。それでは実践パートに行きたいと思います。盟友は狩猟部への移し共感と、攻撃特化型のルーチ化です。初期位置は地形的に戦いやすいエリア7。ただ小型モンスが4匹いるので、そこは注意したいところ。かけり虫もちゃんと取ってここ重要。いざ狩猟開始ワイルドハーツ風。まずは方向に合わせて縦強化。ために連で銀を黄色に。移動切りで間合いを取り。攻撃に合わせて形態変化前進で火事場に行こう。アルティメット準備完了。狩りが始まる。吸引に合わせて斧強化。そして早替え。鬱陶しい突進攻撃に注意して立ち回る。大体の場合すぐに怒り移行するので、怒り方向に合わせて回避。そのまま即妙からの解放に、さっきの回避により攻撃と人輪磨きが発動。ここで突進攻撃を回避したけど、突進攻撃は回避より即妙ガードの方が安定します。この翼叩きつけは即妙ガード。からの解放1、解放2、翼叩き攻撃は回避。からの切り下げ、解放に。チーム攻撃は素早く形態変化前進で回避。と思ったけどルーチ化のおかげでバルクがスタン。そのまま頭をガリガリ殴り続けます。大外道スタンの起き上がり際にもう一発切り下げを見舞い。翼振り回し攻撃はなるべく前に回避。翼叩きつけは回避で対処。翼切り上げ攻撃は即妙ガード後、すぐに後転してそのまま解放に。からの切り上げ。空中に飛び上がった場合、複数の攻撃パターンがあるので注意。この攻撃は即妙ガード後、すぐに前転して切り下げ。翼叩きつけは同じように回避で OK。そのまま解放1、解放2を叩き込む。ある程度ダメージを与えると2回目の吸引が始まるので準備。胸にしっかりと解放2を叩き込むと爆発します。ダウンはガリガリ君の精神でガリガリします。ガリガリゴー !2 回目のスタンのためになるべく即妙ループします。起き上がり際はほぼ吸引するので、ここもちゃんと解放2を叩き込む。この後確定で回帰脈動状態に移行するので、素早く早替えからの CFC。襲撃での飛び上がり際にサイド CFC からの早替え、からの切れ味回復。ここはいろいろ忙しいです。そしてすぐ脳通して勇気爆発の回避の準備。ここは慌てず落ち着いて間にいれば大丈夫。そして一呼吸置いてだいぶ緊急回避。お供の属性攻撃スチームの技も綺麗に決まった。サンキューアイルー。ここで狙い通り総流待機状態に、落ち着いて2回目のスタンを取るために解放2を叩き込む。かけり虫が間に合わずスタンが取れなかった。この大技は素早く早返して CFC。ミスって斧強化したけど、タイミングをよく見てなんとか回避。そして早返。ここでやっと2回目のスタン。言わずもがなガリガリ君の境地でガリガリ。ガリガリゴー起き上がり際におにぎを設置するので、かけり虫の消費に注意。おにぎダウンも綺麗に決まった。サイドガリガリ君になったつもりでガリガリ。はい、ガリガリ君のおかげで瀕死マークが、さらに回帰脈動状態解除ダウン。最後はガリガリ君の親になったつもりでガリガリ。ガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君。はい、討伐完了。火事場×勇気活性×福間によって、かなり火力は出ていたと思います。ただスキルは勇気活性や福間など扱いにくいものが多く、あまり参考にならなかったかもしれませんが、その分立ち回りは少しでも参考になってたら幸いです。それではご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。